引き渡しを前に1週間から10日にわたるテスト航海が行われる。これは現在世界最大のタンカー32万6000トンのユニバースアイルランド号のテスト航海の記録である。ユニバースアイルランド号は長さ346メートル、幅53メートルの巨船、石川島播磨横浜造船所で建造されたものだ。人々の目は巨大な新生児に注がれる。そして日本の造船業の力に改めて感嘆が起きる。大きく広いブリッジには引き渡しのためやってきた青い目の乗組員が研修に当たっている。操舵室から無線室、最新の設備がこの船の運航の安全を約束している。日本の造船業の成果がこの巨大な鉄の塊に結晶しているのだ。世界をリードする技術、それを実現した人間の知恵、そして世界に先駆けて絶えず設備の更新に努力してきた先見の明、それが日本の造船業を14年にわたって王座を占めさせてきた原動力なのだ。そしてそれは日本人の持つエネルギーなのだ。